が来たので、こんにちは。はい、お久しぶりでございます。あれですね、土曜日がものすごい雨でね、もうたまりませんでした。で、土曜日ね、なんか帰ってきたらめっちゃ頭痛しましてね。で、もうね、もう何にもできなく、もう働きすぎや。よいしょ。はい、どうもです。質問いいっすよ。珍しい。なんかリュウさんから質問珍しい。なんすか。なんでもなんですか。冠水、あ、みんな水被害結構来てるってことやね。もうね、びっちょびちょになりましたよ、もう土曜日。最悪。もうね、前から雨降ってくるしね。めちゃくちゃやで、あんな。はい。にょう。質問はいいんやけどね、恋愛相談はあんまりやで。恋愛相談はあんまりできへんで。はい、そういうことでね、皆様こんにちは。人類予報でございます。具体的にこんな芸能者がすると見せる謎や疑問を徹底的に見せる人類予報で、司会は私、人類予報塾長です。よろしくお願いいたします。ですね、まあ今マイナス金利のこととかあの国会でやってるんでね、まあそれはちょっと時事問題として入れましたけど、まあうちとしてはあのこの久しぶりに都構想関連の話で言うと、公明党があの総合区案を出してくるっていう話、もう今更感半端ないんですけどね、今更感が半端ないんですけど、まあ一応総合区出してくるっていうことで、もうそれやったらお前去年出せやっちゅう話でね、まああんまり意味がないとは僕は思うんですけども、まあ出してきはるということで、まあこれにまた反対してた人が乗っかんのかどうか分からへんねんけれども、今更ながらの総合区案がまた出てきてますんでね、まあちょっとうちとして取り上げてる次第です。まあ別に他のところあんま取り上げへんと思うので、まあ総合区案そのものは特別区の劣化版みたいなもんなんで、まあまあ解説するほどもないんですけれども、基本的にはね、使い物にならん話なんですけどね。ただ都構想に対抗したいがために出してきてるような部分があって、あんまりね、意味がない制度です。意味がない制度どころか、ちょっと危険じゃないかっていう部分もある制度なので、この総合区っていうのを本気で総務省が認めんのかなっていうところも若干の疑問があるところで、そんな憲法違反の疑い、地方自治法上の違法の疑いがあるような制度を認めんかなっていうところですね。GHQ に作られた憲法だと知り合いの社長さんが言っているのですが、日本憲法どうできたのか、塾長さんの見解を。もう一回この話言いますと、GHQ が作る前に、この話がいつもね、わからない、普通の一般の人はちょっとわからないと思うんやけれども、いわゆる松本案っていうのがありましたよね。要は、この話をするときに絶対必要なのは、日本という国が憲法を作るためのワンチャンスはあったっていうこと、まず一つね。ワンチャンスがあったんやけれども、松本案っていうものがあまりに、まあ、明治憲法よりというか、その国体護持っていうのに固執してる憲法なので、GHQ がえらいこっちゃと思ったっていうところからスタートなんですよ。わかります？全体としての話は、これ総合区案の話抜けてるけど、えらいこっちゃと思っちゃったっていうところがあるんです。というのも、憲法すらろくすっぽ作れないような国だったら、
割譲してしまえっていう話があったわけ。まずこの話を知らない人があまりに多すぎることが第一点ね。そんなね、自分の国の力で憲法を作れないような国だったら、もう、みんなで分割統治しようやっちゅう話が、特に、ソ連、それからオーストラリア、それから中国も入ってたかな。なんかもう、要は、いわゆる第二次世界大戦の時、まあ、太平洋戦争というか、第二次世界大戦というか、その時に、その日本が、こう、いわゆる侵略していた国、侵攻していた国の人たちに関しては、そんな日本バラバラにしてしまえや、っていう話があったので、それはまずかろうという判断が一つ手前にあったっていうことね。だからこそ、その憲法を早く作らないことには、で、その時にその憲法が、いわゆる国体護持になるような憲法の状態だとね、もうどえらいこっちゃっちゅう話になるわけよ。で、この話を知らない人があまりに多すぎんね、実は。だから、やらざる得なかったっていうのも一つ話にあるわけよ。そこがまず一つね。それから GHQ の話でもう一個言うと、マッカーサー草案というものができる前に、みんなもう一個間違えてんのは、アメリカがオリジナルで作ったって思ってるんやけど、それも違うんです。今みたいな憲法調査会というか、市議憲法案というのを募集してます。各種いろんな、どんな憲法にしたらいいかと、一回募集かけてんねん。で、募集をかけたときに、募集をかけたときに、その市議憲法案の中に、今言われてるのは、鈴木康造さんとか言われてる人たちの、まあ、いわゆるリベラル派の人たちが作った憲法案が、GHQ のその草案作るところの手前に送られてて、で、どうもこの憲法が、一番その自由と民主というものを考えてるね。で、まあ天皇制を全くなくしてしまうっていうのもちょっとあれなんで、まあ天皇制をの権力は抑えつつも自由といわゆる民主っていうところのバランス取れてる憲法だよねと採用されたものが、その鈴木康造さんという人たちが作った憲法、まあ草案のもっと原案みたいなもんです。というものが採用されたんじゃないかというのが一番有力です。というのも、今の憲法の、構成だとか、その最初に手の持っていって国民主権書いてあるって、あの形とその鈴木さんたちが挙げた憲法がね、同じ型なんですよ。型。だから、日本人の手が、考えが加わってないっていう、誤解があるんやけれども、そうではなくって、ほぼほぼ日本人が考えたものが上がってるっていうのが一つです。で、もう一個ね、重要なことは、そんな中でもマッカーサー案の中では、日本が社会保障制度、今でいう例えば生活保護だとか、それから労働基本権だとか、そういう権利を認めちゃうと、いわゆる共産主義の人たちが強くなってくるので、こんなもの憲法に入れたらあかん言うて、GHQ は外したんですよ。は外したし、さらには、一院制にしようとしたんです。マッカーサー案の時は。もう参議院っていうのはご存知の通り、昔貴族院って言ってましたから、貴族院なんていうものはいらんで、それこそ、代議士、代議制だけが残ってる衆議院だけにしてしまえっていう話があってね。だから最初の GHQ 案というのはかなりね、その、社会権というものに対しては、社会権というもの、それから統治機構に関しては結構ね、タカ派というか、結構そういう案やったんですよ。それが帝国議会憲法に、帝国議会に送られたときに、やっぱり日本の現状として、これからの日本が社会権というものを、なしにすんのは良くないと。やっぱり生活保護の制度とか、まあここから始まるんですけどね、生活保護制度とかそういうのは必要やから入れなあかんっていう修正をかけてます。それから
ご存知の通り、一院制じゃなくて二院制にせなあかんというのも帝国議会憲法下で決めてるんですよ。で、国会の修正通ってできた憲法なので、これだけ見てもこれだけ日本人の力が入ってるんです、今の憲法には。で、それを知らん人があまりに多すぎる。上場男子ですね。戦前の日本の憲法と今の憲法ってどちらがいい社会ですか？それ日本、今に決まってるやん。今に決まってるやん。言いたいことも言えない、そんな世の中じゃ状態と比べたらまだいい方です。はい、以上。だからそれだけやった中でも、日本人の力は入っているので、全く GHQ オリジナルではないっていうことがまだこの国には教育として、だからそこも含めて憲法教育が不十分なんですよという話。地域自治区って分からへん、ごめん。なん、多分ね、特別自治の話やと思うんやけどね。ごめん、地域自治区の意味が分からへんねん、僕。見解が同じ。そうだ、そういうこと。それ言ってあげて。それ言ってあげて。日本人の手は結構入ってるっていうことをちゃんと勉強できてない人が。で、そんな中でも、その鈴木先生というのは、今の日本国憲法も怒ったらしいんですよ。今の日本国憲法じゃいかんってね、そんな先生でも怒ったらしくって、なんで怒ったんかなって思ったら、これでは公務員が暴走した時に、それを、責任をかぶせることができひん言うて怒ったらしいですね。だから公務員に対する責任というものをものすごくね、ちゃんと考えて抑えようとした考えやったんです。で、今みたいにそのね、何百兆円借金するような国作ってもね、政治家が責任持たないような状況を作ってしまうから、それはいかん言うて、さらにその鈴木先生は今の日本国憲法を見ても怒ったっていう逸話があります。それぐらい国家権力に歯止めをかけるということは重要なんやっていうことをね、まあ言うてはったそうですけど、なんかまあそういう話がありますんでね。そう、そういうこと。GHQ の意向に沿った憲法、まあ意向に沿った憲法ではありますよ。意向というかね、その GHQ の意向ではなくって、自由主義というものをまずは基調にできる憲法か、もっと言うと今言ってる13条にあるような、そのいわゆる個人の尊厳だとか個人の尊重というところにその軸足を置いた憲法を作らないことには世界が納得しなかったってことやね。GHQ がこうしたい、ああしたいっていうことよりも、世界に対してそのエクスキューズをしないとね、さっき言ったように分割統治される危険があったいうことですよ。よその国に対しては。それぐらいその自由と、まあ、個人だとか自由とかを基調とするっていうものを柱に置かないとね、各国は納得しないって、いわゆる民主主義っていうものがちゃんと育まれるような社会じゃなかったら分割統治してしまえって話やったわけやから。だからもうそういうことです。だから極論言うけど、それを抑えるんやったら戦争に勝たなしゃあなかったっちゅう話やけど、もう負けたんやからいうことです。そういう考えは世界の主流にはならんかったってことなんで。だけどまあ結果的にじゃあどっちの方がいいのかっつったら今の方がいいでしょって話。まあそういうことですよ。戦時中の日本のままの日本国憲法、明治憲法やったらニコ生なんかできないですよ。そういう話。はい。だからそういうところが、重要って、お分かりいただけたであろうか。だからもうちょっとね、日本人の手もちゃんと加わってるよっていうことの学習が必要やね。だから憲法無効論とか言ってるやつ頭悪いっつってるわけですよ。もうちょっと調べてから言えよっていう話でね。
なんか表面的なことばっかり言って、憲法が無効論だ、無効論だ、言ってるやついますけれども、申し訳ないけど、それはバカとしか言いようがないね。勉強してから来いっていう。最近の自民は復古主義っていうか、僕の今自民党の憲法を見せてもらったら、これはいつも言ってますけど、明治憲法よりもさらにひどい憲法になってるよねという感じはします。明治憲法よりひどい憲法になってますよ。明治憲法、不十分やったけど、明治憲法でも伊藤博文とか、あの辺の人たちの考えでは、やっぱり立憲主義っていうのを中心にして、曲がりなりに言うてもあるけど、立憲主義っていうものはまずは基本と置いて、その立憲主義に従うように権力で、その時代でも立憲主義っていうのは権力の暴走を止めるっていうね、そういうふうな考え方であったこと、あの時代だって言ってるんですよ。伊藤博文が言ってますからね。だからそういう時代でもそういう政治家に意識があったからまだ良かったけれども、今の安倍政権とか自民党憲法に関してはもうほどほどそれが感じられへんから、ひどいですよね。仕事見方、これから仕事や。 だからこの放送もあと3時半まで。 このあと仕事です。当時は主権がなかったから無効だ。いや、主権がなかったって言うけど、議会は動いてましたからね。間違えてる、それも間違えてるんですけど、議会は動いてましたよ。ちゃんと。帝国議会は動いてましたからね。だから、その辺のところがあんだけ緊急時でも、ちゃんと帝国議会はやってましたから、議会は動いてたんですよ。でもその議会の動きすら止めようとしてますからね、今、自民党の憲法は。だから、それと比べたらもうはるかにひどい憲法になってますよね。そういうこと。公民レベルな、なんで社長にもなってる。結局、そこまで余裕持って勉強してないからよね。だから、なんでっていうのは、それはかわいそうな話でね、憲法教育が不十分なんですよ、結論から言うと、やっぱこの国は。だから、そういうこと言っちゃう人が出てくるね。で、それは僕は、一般市民から出てくるのは仕方がないと思う。ただ、国会議員とかレベルがそういうことを言ってくるのは、それは嘘やし、デマやしね。それこそ都構想の時の嘘デマと一緒で、それこそ国会議員という権力持ってる人間が嘘を国民に言ってるのを、それを鵜呑みにするっていうこと。だから、ちゃんと勉強しないっていうのは怖いよねっていう話。騙されちゃうよって話。だからそれを言ってるので、ちゃんと勉強しましょうっていう話です。いつも言ってるの。だからさ、よく言われるんですよ。なんで勉強しなきゃいけないの？っていうことなんですけれどもね。汚い言葉を言えば騙されんようにするために勉強せなあかんんですよ。勉強しなかったら、べ、あの、ちょっと知恵つけた人間に、ころっと騙されるからやねんな。勉強せなあかんのは。ちゃんと知識持ってて、いやいや、お前の言ってることおかしいやないかっていうね。だから例えば、オレオレ詐欺なんかでもそうで、警察がその直接電話してくることなんかないですよっていうような知識一つあればね、あんなオレオレ詐欺の電話なんかが警察からかかってくるわけないわけですよ。やのに、あんなに引っかかっちゃうっていうのは、その知識すら知らんから騙されてるわけでね。で、それが国家レベルでやられる時があるわけやから、だからそれに騙されんようにせなあかんっていうことでしょうね。一般人でもなれる。それはありますけどね。そうそう、塾長もつつ持たせにあって、うるさいわ。お前、よう話覚えとるな。びっくりした。そんななしょうもないことじゃなく、ちゃんとしたこと勉強し。もうちょっとね、人の話をちゃんと聞くっていう国語能力を勉強した方がいいよ、ワトリ。
中高のね、入試問題のね、国語をもうちょっとやった方がいい。国家だからだ、まあまあ、だから、国家だから大丈夫とかね、国会議員だから信用できる、それをやって、それをやって、突き進んじゃったのが、ナチスだとか、それから、ナチス、それからドイツで言うと、ムッソリーニとか、ファシスト党か。さらには日本でいう、ああいう戦時中の国ですよ。だから、わーわーやって突き進んじゃって、みんながみんな権限あげちゃって、あんな風になったのが、まあ、こういう世界を巻き込む不幸になったわけやから、だからそれを防止するためのいろんな措置ですよね。え？流暢さんさすがやね。いや、これね、でも、ちゃんと勉強したら、習うことなんですよ。ちゃんと勉強すれば。だからちゃんと勉強してないんだ。だからちゃんとこう、追っといて。だからね、皆さんの GHQ に対するイメージ、まあ、それはいろんな陰謀とか戦略あったかもしれないけど、アメリカとかね、GHQ がやってることっていうのは、ちょっとね、日本のね、お子ちゃまレベルの政治ではなくってね、一応の手続きは踏むんですよ、あの国は。やっぱり手続き保障の国なんで、言うても法の支配を自尊する国ですからね、ちゃんと手続き保障というものは載せるし、一個一個手前でね、そんな強烈な反論ができないようなことを、まあ、今のアメリカの共和党とか民主党は知らんけれども、まあまあ、の時代であったとしても、あの時代のね、政治家真面目でしたよ。とは言える。今なんかと比べたら、やっぱりね、ポイントポイントで隙のないようにはしてる。だからちゃんと手続き打ってるやろ？GHQ のオリジナルだって言わせないようにするために市議憲法の案を募集してたりだとかしてるんでね。だからそういう手続き踏んどるんですよ。で、結構短い期間の間にギュッとやらなくちゃいけなかったから、だから、大阪維新がとく、あの、大阪都構想の案まとめたのと同じようなスピードで憲法を作っちゃってる分があるんで、なんか GHQ だけが勝手にやったように思われてるけれども、結構ね、手続き踏んでんねん、ちゃんと見たら。で、ちゃんと、この憲法案をもとにどないでっかっていう衆議院議員選挙が行われるわけですよ。だから、そういうふうな話を見てるとね、やっぱりその当時の日本の人たちは戦争に辟易してたわけでね、これで戦争がなくなるような憲法だったらやっぱこれがいいって思ったからそういう人当選させてるわけですよ。だからその当時の人たちがじゃあ今の憲法最悪やって思ったか言うたら思ってないってことやね、日本人が。それが我々の、まあ言ったらチョコの祖先だったり、その手前の日本人の人たちの考えやったんでね。そこにはあんまりみんなどうやったかって考えないのよ。これだけ愛国心とかね、もう不思議なのは、これだけ愛国心とか言いながら、じゃあ自分たちの直の先祖の人たちが考えたことに対する畏敬の念はないんだねっていうのがすごい感じるのね。その当時の人たちをそれで考えたわけですよ、そうやって。そこをもうちょっと考えてほしい。総合区ってのは、総合区に関してはですね、ちょっとだけ、あんまりね、詳しいことがまだ案として出てないんで、何とも言えないんですが、一応ここにヤフーニュースがありますので、ちょっと一旦これ見てもらっていいですかね。全部出てます？途切れてない？ここのね、ヤフーニュースにね、ちょっと出てますから、まあこんな程度のやつです。まあちょっと前まで出てて、要するにね、特別区っていうのは区長を選挙で選びます。大きな違いね。区長を選挙で選ぶのが特別区。
だけど、この総合区っていうのは、同じように区画割りするんだけれども、区長というものを、選挙じゃなくて、今のように行政のところからの派遣で区長をやるんです。ただ、まあ、その区長の派遣をするときに、ワンクッション、議会の承認を得てから区長を派遣するっていうことでね、民主的手続きはあるっていう前提のもとで、この区長に何やらせるかっつったら、予算編成権を持たせるんですよ。で、僕が思うには、この予算編成権、予算編成権の、ところをね、その総合区の区長に持たせんのは、ちょっと憲法違反の疑いがあるに違うかなっていうところが、ものすごく今、危険やって言ってる話です。予算編成権を持たせます。ただし、それは行政の出向になっちゃうわけですよ。だから、それはどうかなっていうふうに思う。まあ、その辺が総合区ですね。今の区長さんの、行政区の区長さんとしての権限を上げていくという話。だから、特別区っていうものにして、大阪市というものを残しつつ、特別区のように編成して、区長さんを残すっていうことになるんですが、これもう一個大きな問題があるのは、三重行政になる可能性があります。今度。二重行政でさえ、ただでさえ、ギャーギャー言うてんのに、これ三重行政になる可能性があるわけよ。区長、市長、府知事っていうね。行政に関しての権限持つ人が3人出てきてしまうね。で、これはね、ちょっと大問題ちゃうかなと思うので、僕は反対してるんですけどね。あ、なんか出てきた。すぐ出てくるよね、アップル。邪魔するね。予算編成権。いやいや、これ予算編成、あ、予算提案権。ごめんね。予算提案権。予算提案権を持たせるっていうことやね。ただね、じゃあ、これ言っとくと、その予算提案権というものが、今ね、いてる区長が持ってないんかっつったら、事実上あるんですよ。事実上も今もやってんね。これね、橋本さんの時にかなりの権限まで与えてるから、市長が一生懸命聞いてるんですよ。だから、それだったらあんまいらんっていうね。だから、なんかね、ようわかんない。なんかようわかんない制度になってるので、いらんっていう話。そういう話ですね。ありがとうございます。ああ。足元寒くなって、ちょっと待って。で、今日はまたあれでしょう。寒くなるでしょう。昨日あんなに暑くって、おとついあんだけ雨降って、今日もちょっとまた足元が冷えてきた。え、よかった、落ち着。あ、そうですか。吉野17日しか TM 始めるって言ったけど、人がいっぱい来るんかもしれないね。そろそろほら、満を持して皆さん行きたい状態やと思いますから、ガンガン行ってくださいよ。ガンガン行って、ガンガン意見言ってくださいよ。ついでにヘイトスピーチの子供文句言うてくれたらいいんですけど。まあ、他人の放送さ、あんまりわーわー言うのあれやけどさ、この前の赤ペンのところのヘイトスピーチのあれもね、みんなもうちょっと勉強して喋ってほしかったな。まあ、あまりにひどいんで、ちょっと僕コメント入れましたけどね、あの放送に。もうちょっと勉強しろっていう話。条文見てないよね、まず。条例案でもいいから、あれ、条文見ないと、空転するよね。
緊急条項についての資料を集めてどうするのか。緊急条項について資料を集めてどういうこと？それはよくわからない。公僕長で十分。そうそう。だから、総合区なんかをやるぐらいだったら、今の公僕長制度でもう、こと足りてるんですよ。こと足りてる。だから、公明党の案は一体何がしたいのかが実はわかんなくって、区長さんというものをどのように扱いたいのかがいまいちわかんないんです。で、橋本さんがずっと言ってたのは、その、総合区なんかでやろうとしている区長の権限に対しては、もうほとんど今の状態でやってる。だから、最後の最後何がないんですか？言ったらさっき言った予算編成権なんです。予算編成はできない。だから提案ですよ。予算提案権っていうのは何かというと、区長さんのところでこんな感じでね、うちは必要なので、なんとか考えてくれませんかね、市長さんっていうふうにあげる、ことなんですよね。単純に言えば提案権っていうのは。でもそれ別に今もできてるねん。別に。今やるなって言ってるんじゃなくて、もう今でもできてるし、で、そういう各市区長から上がってくる資料を、市長は総合的に判断して、まあ、こっちとこっちといろんなバランス考えて、予算配分こんな感じねって予算編成するわけですよ。だから、今やってるんで、今やってることをなんで制度変えてやらなあかんのかもよくわかんないっていうね。だからもうそれだけなんだろうね。対案がないとやってますポーズみたいな。赤ペン君がこの前緊急条項について資料、緊急条項というのは何なんですか？憲法？自民党憲法の話？緊急条項について資料を集める。緊急事態条項なんですけどね。緊急事態条項。まあまあ、読み解けないやろ、彼には。まあまあ、まあまあ、話、まあまあ、放送のネタをやるために頑張ってるんやろうけどね。ただね、基本の日本国憲法についてちゃんと勉強しないのに、そんな応用問題の緊急事態条項にいきなり飛びついてもね、難しいと思うよ。あれ、応用問題ですか？だから、皆さんも知ってるようにね、各分野勉強するときに、まあ、中学校の時でも高校の時でもいいですけれども、各科目勉強するときに、基礎勉強して確認問題やって、練習問題やって、応用問題やって、発展問題ってあるでしょ？で、その中で言うと、緊急事態条項なんか言うと、完全に発展問題の話なんで、確認問題、基礎問題、練習問題できてないのに、発展問題やったって多分できないと思うんですよ。だから、そこはどうなんかなっていうふうに思いますけどね。そうそうそう。こき下ろすんじゃなくて、基礎勉強して、今の憲法をちゃんと勉強してね、地方自治についてちゃんと勉強したらね、大阪都構想とか特別区に反対票を投じるなんていうことを考えられへんのですよ、僕からすると。もう僕からすると、憲法をちゃんと勉強して、今の大阪の状況をちゃんと勉強してやったならばね、その地方分権の流れは止められないし、それの何て言うのかな、主流になるような都構想の話が出てきた時にね、これに絶対反対しないはずなんですよ、僕が思うに。で、それを反対するっていうのは基礎の勉強ができてへんねんなっていうのがもう往々にしてわかるんで、ということですね。結局理屈より暴力が強いじゃん。ホープさんも負けたってどういうこと？ホープさんも負けたっていう意味がわからない。暴力が強いってどういうことかわからない。緊急事態条項に国会議員を最前線に送る条文を入れれば、そうそう。な、橋本さんそれ言ってるやん。橋本さん、安保条項に、じゃあ、それも、憲法の条項に限らず、安保の法案の中に入れてしまったらええやんっていう。言うてたやん。一番わかりやすいです。
賛成した議員は全員最善に立つ責任持って言うんやったら OK や言うてて、自分たちの身分補助欲しいだけのような気。大阪の友人に聞いたら変える日、変える必要あんのって言われた。変える必要、その大阪都構想にする必要があんのって。なるほどね。あるねんって言っといて。あるねん。ないんですか？ありますっていう話。金魚、国民を騙して制定できると思う。いやだからね、緊急事態条項について正面から取り上げてないでしょ、まだ。で、どさくさに紛れたらいけると思うのよ。あの条文なんかちゃんとみんな見ないからね。ただね、今だからちょっと僕が分からへんのは、その憲法を変えるということそのものにアレルギーがある人がまだたくさんいるからね。だからその人たちにおいて言えば、憲法を変えると言っただけで、なんちゅうかな、不安感を覚える人がまだ僕はこの国には多いんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。やっぱ高齢者が多いでしょ。で、高齢者の方が多くて、高齢者の人たちはね、少なからずやその戦時中の記憶がまだある人も多いので、憲法を変えるイコール戦争できる国になるっていうふうに考える人が多いと思うから、まあまあそういう人たちがいるんだったら大丈夫かなと一瞬思うんだけれども思うんだけれども、ただ高齢者の人たちって現実には今投票ちゃんとできない人も増えてきてるから、そういう意味ではどうなんかなって半々ですよね。だから真面目にそういう人もちゃんと投票に行ってくれたら、反対票の方がまだ上回るんじゃないのかなっていうのが、あるんですけれどもね。ただそういう人は逆に地方分権、統治機構改革しますよって言っても反対票入っちゃうんで、微妙ですね。とにかくその、なんて言ったらいいのかな。まあ、憲法を変えること自体にアレルギー多い人はまだいるんじゃないのかな。ということだと。議員なくなったら国政が困るとか言うて、アホか。どういう意味？議員がいなくなったら国政が困る？外国人地方参政権については賛成ですよ。僕ね、内容によると思ってますよ。内容による。例えばね、地方参政権もちゃんと考えなきゃいけないのは、選挙権と非選挙権っていう話に分かれるんですよね。外国人参政権って言った時に、一緒くたに参政権を認めるっちゅう話とね、参政権の中には2種類あって、選挙権と非選挙権があるんです。で、選挙権の中でも、その選挙権を認めていい内容と認めたらあかん内容もあると思うので、内容によりけりです。例えばね、地方なんかで言うと、例えば自分の住んでる周りのね、その下水道工事についてどうするのかっていうようなこととか、大規模下水道工事をどうするねんとか、日常生活に身近な話ってあるでしょ。で、日常生活に身近な話についてまで外国人をその排除する必要があるんかっていうと、っていう、別に参加してもいいんじゃないのっていうふうに思うわけですよ。ところが、まあ島根県なんかで言うと、例えば竹島の問題があったりして、要するに統治に関わる話が出るわけじゃないですか。昔はね、地方公共団体が考えることで統治に関わるようなことは出てこないんだから、認めてもいいやんっていう楽観的な話があったんだけれども、地方公共団体においても今統治に関わる問題がちょっと出てきたわけですよ、この後に及んで。で、そういうことに対して、じゃあ外国人参政権を認めてもいいのかって逆になっちゃうと、それはやっぱり
外国人に利用されてしまう可能性があるから、ちゃんとした民主主義にならないよねっていう話になるじゃない。住民自治じゃないじゃない。だからそこを考えていくと、それを言うことは認めない方がいいしね、ということになると、これ内容によって分けるしかないやんっていう話です。うん。だからものによる。で、今度は被選挙権について立候補する権利ですよね。で、これについてはまあ否定かなっていう話になるやん。うん。ということを総合的に考えると、被選挙権の中で内容によっては認めてもいいけども、認めたらあかんこともあるよねが結論じゃない。今のギリギリの線においては、ということですよね。都構想で反対が多いから憲法を変えるのはさらに難しいかなって思うんだけど、やっぱり、まあ、それを言うとそうかなっていう気もするけどね。まあちょっとでも分からへんね。憲法に対するその意識が、分からへんね。え、塾長さん、いい仕事したからご飯をこれ。放送局作ってよ。先に放送局作ってよ、もう。憲法のことを永遠喋れる放送局作ってよ。もうそれをお願いしたい。嫁の来手がない発言はあと2回出たら NG に入れます。領土問題に関することを地方選の争点になるから、選挙、そうだから、さっき言ったように、だから、領土に関わらないような住民と、だからさっき言った、例えば近所のね、道路工事どうしますかだとかあるじゃない。近所の自分が住んでるその地域の住民としての、参加しなきゃいけないことに関してあるやんか。で、それは税金払ってる以上言ってもいいと思うのよね。まあそこで、だからいわゆる統治が外交に関わらない分野については OK かなみたいなことかな、ざっくり言うと。ということですね。仮想日本国民が増えれば、知らない間に外国は日本を乗っ取ってしまうかもしれん。儲からんで、何の話。総合校に向けた4つのポイントにして、塾長の見解なんですか。ごめん、それはもうちょっとあれ、URL だけにしたやつをもう一回、貼ってもらっていいですか。あとでまた見ときます。これ全部のコメントコピーするとね、ちょっとあれなんで、ちょっともう一回 URL のとこだけコピーして、コメント貼ってもらっていい。人類をつつもた説教。出会い系サイトばっかりをスポンサーにつけてやろうかっていう話ですね。出会い系サイト、怪しい結婚、なんか結婚支援サイトみたいなばっかりスポンサーにつけたら割と儲かるかなっていう。4月からどっかのレギュラー番組持つとか、そうなんか言うてましたね。この14ページですか。14ページってどこ？下の方にあるのかな？総合区。憲法を作り直す場合は2分の1ではなかったですかね。え、何が2分の 1？ 憲法を作り直すときは憲法の96条を見てもらっていいですか。だから発議に3分の2です。両議員の発議で3分の2以上の発議があって、国民投票は2分の1、過半数2分の1以上。
政策の党みたいな。14ページに総合文、14ページっていうのをちょっと分からへん。政策のとこみたいな。人が生きる地方創生のとこみたいな。なんか直接行かれへんな。すごい怪しいネーミングやな。何が筒持たせ局誰が見に来んねんっていう話、誰が見に来んねん。何やろ、この表紙のとこではどこに総合区のやつがあるかちょっと見え分からへん。何筒持たせちゃう、何やったっけ、おつぼね。投票率についてどういうことに、投票率、あれ確かでもね、有効投票やったと思うよ。発議を2分の1にすると国民投票も有効投票の過半数はもっと改正が簡単。いやだからもう別に発議は2分の1でもいいと思うんですよ。発議そのものは2分の1でいいと思うんやけど、内容によって国民投票の単純過半数なのを場合によっては特別多数にするだとかにする工夫はいると思うんだよね。内容によって。でいつも言ってるんやけれども、会社法、会社なんかは、まあ、いわゆる国民の関係にあるのが株主で、内閣の関係にあるのが、まあ、取締役会ってよく言われてるんですよね。で、要するに、決定事項に関しては、内容によって、例えば合併するだとか、すごい重要事項においては特別多数だったりするわけですよ。会社でも。だから本当に改正して、例えば発議2分の1で国民の手に委ねるっていうのは僕いいと思うんですよね。ただそれをやるんだったならば、国民投票で内容によって、変えれる、そのあれを変えるべきやと思うけどね。だ例えば人権なんかを制限していくとか、なんていうのかな、そういう人権条項に関してなんか侵害っぽくなるようなことが書いてあるようなもんについては、4分の3だ、まあ3分の2ないし4分の3ぐらいまで、特別多数でいいと思うし、ね、で統治機構の問題とかだったら2分の1でいいと思うし、だから憲法と言ったって、そのいつも言ってるけど、めっちゃ重要な人権条項っていうものから統治機構までいろいろあるのでね。で僕は統治機構に関してはある程度、今みたいに地方分権ができるようになってきたら、地方分権のやっぱり方に持っていけるようにする面だから、そんなは2分の1でもいいと思うし、発議2分の1、国民投票2分の1でもそんなに問題はないと思うんですね、統治機構に関しては。っていうのも、統治機構に関することなんていうのは割と柔軟に動いてもいいと思うんですけど、ただ人権条項とかそういうこともね、まあ皇室も僕はどっちかというと2分の1でいいと思うけどね。あれは今の日本では統治機構の部類に入ってます、天皇は。どっちかというと、どっちかというと統治機構と同じ部類で天皇制については入れられているので、という観点から見るならば2分の1ぐらいでいいんだな、と思うけどね。だから内容によりますよ。で天皇制というのは別に天皇制そのものを潰すっていう話ではなくって、天皇制を維持するのに税金でやるかやらないかでしょ、今の論点って。どっちかというと税金を投入してまでも制度として守っていくのか、それともオール皇室の財産だけで頑張ってもらって
もう財産が仮になくなることがあったならば、もうそれはあのもう会社が倒産するのと同じように仕方がないよねと思うかどうかなんです。でそれっていうのは国民の意識でどっちがするっていう、まさに選挙で決める話なんでね。あ、選挙というか、うん、まあそうね、政策内容を選挙で決める話なんで、国民が考えたらいいんじゃないですかね。うん、大阪創生再生ビジョンの詳細は、大阪創生再生ビジョン、分かりにくいの、もうちょっと分かりやすいあれをしといてくれたらいいのかな。これ国際社会の安定に資力っていうところでいいのかな。大阪創生近畿地域のところか、これか。大阪再生地域の声になるっていう、これのことかな。なんかポスターみたいに書いてある。なんかピンポイントのページないですか。ピンポイントのページピンポイントのページが欲しいな。パッと見れるとこ、ごめん、パッと見れるとこが欲しいです、ね。うん、まあまあこういう話あんまりしたくないけど、会社なんかで言ったらお前あのピンポイントのページ持ってこいって怒られるパターンですね。あ、これか、大阪創生ビジョン、あったあった、これか、この PDF かな。あ、これまた見ときますわ。14、これ14はないで、え、どこ、概要版はこれ、あ、これか、下が概要版でこれが14ね。はい、わかりました。総合区の基本的コンセプト、総合区については区の再編になるため特別区のような膨大なコスト増意識がない、住民生活の利便性、その歴史及び区の一体性、将来町づくりブロック化を進め、将来的な総合区の人口規模や2月ビジョンこのバランスを取って25、30万規模を議員数については一定の格差を是正するので、住民からの観点で地方を、うん、何やったっけ、市からの総合区への権限移譲については、まちづくりや教育といった分野に文献化が必要とされるコスト増にならない、建設局の向上の情報とか、うん、いやだから何度も言うんやけども、ごちょごちょさせるぐらいだったら特別区にした方が早いっていうのがあの僕の見解、僕の見解です、ね。うん、何のためにまとめるのかがここからはよく読み取れない。これニアイズベターって言うんだったらば、ニアイズベターは今の24の区長の方がニアイズベターですよ。何を言ってんのかよくわからへんねんけど、総合区の人口規模でニアイズベターという行政効率のバランスって言ってるけれどもね、ニアイズベターで一番いいのは今の24に分けた区長がそれぞれ24の細かいところから聞くのがニアイズベターでしょ。だからなんかそのコンセプトからもずれてるような気がする。うん、だから分かんない、はっきりと。結論を言うと、公明党がやりたい総合区は何がやりたいのか分かんない。コストが下がる、コストが下がるって言ってるんやけど、一番問題になっている区長の権限が中途半端やねん。それやったらこんな区長を設定するんだったら特別区にしてすっきりと予算編成権も持っている区長と議会でやった方が早いです。うん、何度も言うんやけど、何度も言うんやけど、今のね大阪は何をやろうとしてるか言うたら、軽自動車のエンジンなんですよ、車で例えると。今軽自動車のエンジンレベルの力しかないわけ、大阪は。やのに、世間で動いてる地方自治への要望だとか、そういうものの問題処理の規模っていうのが F1 並みになってるわけよ。 F1 並みの速さで人口減少が起きてたりとかね、そういうことになってるわけで、それに対抗しようとするためには車を F1 カーに変えんとしゃあないわけですよ。だから軽自動車で F1 並みのエンジンを無理から積もうとして処理しようとしてるんやけど、無理やんか。ゲーム機に例えるとファミコンなんですよ、今の大阪市、
大阪府っていう二重行政の問題がある状況っていうのは、ファミコン状態でプレステ4のゲーム動かそうとしてるわけ。でもそんな無理なんですよ。だからプレステ4を動かすにはプレステ4の機械買わなあかんやんか。ファミコンでマイクラはできへんやんか。今子供たちに大流行りのマイクラがファミコンではできないわけですよ。でもやろうとしてるのはマイクラレベルのゲームをやろうとしてるわけなんですよ今ね。じゃあそれにはそれだけの機械を買ってちゃんと動くものを作らないとダメなので、これから起こりうる問題の処理に今の統治機構の状況では無理なんだっていうことを分かんなかったらこの話全く分かりません。一つのポイントは人口減少です。人口減少問題への対抗なんですよ。人口減少するのに問題点が山積みだっていうこと、それを今の速度と処理では無理になってくるんです。いずれそれを皆さんで、広めてください。なら都構想にするっていうのはそういうことですよ。処理速度を上げなあかんねん、これから。で今は奇跡的に府知事と市長が同じ方向向いてるからなってるんだけど、それでも今の大阪市と大阪府では不十分なことがいっぱいあるわけよ。まだスムーズに行政が進めれないようなことがたくさんあるんで、これ進めなあかんところはどんどん進めないとあかん、うん、そういうこと。そうそう、過去と、だから過去現在未来です。過去と現在と未来でこれからの話、都構想は未来をどうしていくかっていう話なのに、現在と未来の話です。そこをちゃんと考えれるかどうかがターニングポイントです。でこんなこと言いたかないんやけども、自分の寿命が短いからね、今さえ良ければいいわっていう人は今のまんまだっていう話なんですよ。でもそうはいかんわけですよ、若い世代の人たちにとってはね。だからその若い世代、そのまた下の子供たち、その人たちがどういう未来を歩めるようにするのかを、もうちょっと今の世代が責任持ってね、いい形を作っていけませんでしょうかねっていうのが都構想です一つ、ね、だからそこの話だと思っておいてください。はい、割と綺麗にまとまったんでこれで終わってやろうかなとは一瞬思ってる。はい、まあまあでももう一枠15分だけあとできるんで15分だけやりますが、ちょっとこれ終わってすぐちょっとお茶入れてきます。はい、比較が大事。そうそうそう、比較が大事。何でもそうなんですけど、一つの制度だけ見てもわからないので、これは必ず比較の問題です。比較わからん通称で比較させてください。はい、
はい、すみません。はい、と言いまてん。懐かしい。懐かしい。さあ、そういうことでね、もうあとね、ごめんなさい、15分後、まあ、30分になったら即切り上げになりますからね、ごめんなさいね。出ていかないといけないので。よいしょ。はい。で、最近夜がね、ヘトヘトになるんでね、もう夜の放送ないです。もうね、土曜、むちゃくちゃしんどくてね、なんか、頭痛がしてね、もう、雨の日、僕、ダメなんですよ。低気圧がね、やってくるとダメなんで、ね、昔から雨の日は、ちょっと、力がなくなってしまう。何がそういうことでだ。ハゲって。ハゲてないわ、失礼。はい。まあ、そういうことでね、あと何分かですけど、質問を受けたまります。はい、さっきマイナス金利の話もあったんですから、元本割れせえへんのかっちゅう話ですよね。今ね、問題になってるのはね、元本割れしてしまうんじゃ、個人預金で元本割れをしてしまうんじゃないのかという危険、心配が今なされてるんやけど、麻生さんさっき言ってたのが、マイナス金利も初めて起こったことなので分かりませんっていうのが答えてる。思った結論、分からないっていうことらしい。政府が保証しますとも言わへんし、わからない。もうみんなタンス預金してください。みんなタンス預金してください。もうびっくりした。みんなね、金融機関からお金引き上げてね、タンス預金してください。なね、もうね、銀行潰れますから。銀行潰れるんですかどうですかっていうのね、わからないっていうの。見えない、わからないが答えだそうですよ。日銀と麻生さんのこと。まあ正直でええやんやけど、まあ、いや、な、わからんことに向かって政策打ったんやな。いや、まあまあ、そら、未知ですけどね、未来はね。ただちょっと、もうちょっとだけ深く考えてからのあれかなって。だから、我々人知も及ばないような深い考えがあってのあれやかなって思ったけど。まあ、一旦やってみたけど、わからないっていう。インターゲー上げたら1万円の価値が半分になる。いや、だから、1万円の価値が半分になるのは、それは全体的に半分になるか仕方がないんやけれども、今結局、元本割れするかもしれんっていう危険ですよ。直接の目先の危険があるやん。だからそういうことを感じる人は、敏感なんで引き上げちゃう。とりあえず株価戻ったん？なんか、下がってる。戻ったって言ってもまだ不安なんでしょ。いや、張りがあんのはあれですよ。お昼やから声張れるだけ。夜は、遅いからでかい声が出せないというだけ。それだけ。今は昼で声が張れるっていうだけ。夜は、でっかい声張れないっちゅうだけ。まあ、それ、すっげえ物理的な理由ですよ。そんな精神的な理由ではなく。だから分からない。だから経済なんて、所詮だからあれでしょ？宗教でしょ？急反発で胃日経が1万以上の回復。へぇ。じゃあ今株買っといた方がいい？
もうそれしか聞かへん。今株買っといた方がいい？どういう見立て？皆さんはどういう見立てなの？株買っといた方がいいのか。ミホリンはこの前ね、とある外貨を買っといた方がいいって言ってました。でもあの人300万円の損とか出ても全然痛くない人やからそれ言えるけどさ、庶民が300万円の損は苦しいからな、なかなかそんな大博打出られへんよね、うん、昨日買った人はむちゃ儲かった。あれ株って日曜日も買えんの？なんか取引がないときは買えないルールみたいな、なんかホリエモンが昔それやってみんなから猛反発食らってた。日曜日もそうやろ、買えへんやろ。日本の場合はあれやんな、その株取引してる時にしか基本買えないんでしょ。外国の株とかは24時間買えたんですかね。ちょっともう仕組みが分からへんので、うん、あれなんですけど、どうなんですかね。まあまあまあ、そういうことでね。はい。まあ、経済も宗教だなって思います。だから、それよりかは法律の方がまだがっちりしてるやろねっていう。法律、この法律作ったけど、どうなるかわからないっていうところで法律作らへんからね。一応要件と効果っていうのを定めるだけ、まだ僕は法律の世界の方がクリアやから好きなんですけど、経済ってそこがあるからね、分かんないっていう領域がいっぱいあるやんか。なんかそれはね、法律の世界はね、不都合あったら修正しますで対応できるじゃない、すぐに。経済の世界はね、不都合ありました修正しますがね、聞かへんから難しいよね。わかんない。大阪市のヘイト条例はどうなの？まあまあ、そうやけど、まだあれでも未完成やからな。まだ、ただ、ヘイト条例はまだなんだかんだっつってもね、条例レベルやから、変えろ変えろが言えるんですよ。別に。条例の機動力があるっていうのはまだそこがいいところでね、不都合があったら来月変えろとか、まあ来月じゃなくて次の議会ですぐ変えろ変えろっていうのは、まあまだ言えるんですよね。それがまあ議会の条例の、だからこれがニーアイズベターって話で、国会で変えろ変えろはなかなか難しいですけど、規模大きいしね。ただ条例に関しては、その大阪市やったら大阪市の範囲内のあの条例なんで、変えろ変えろ、修正しろ修正しろっていうのは都度言えるんで、まだまだ作ったけれどね、高級じゃないのでまだいいけど、ヘイトスピーチを法律にします。だからそれは今の形をそのまま法律にしたらあかんよね。そこは僕は大反対していきますよ。今の条例をそのまま法律にする形は危ない、危ない。それでなくても高市早苗の今あの電波停止問題がものすごいどえらいことになってる状況で、ヘイトなんかこれ重ねてきた日にはもうね、結構大変な話になりますよ、うん、だから今の条例が完璧じゃないからね、あれもっと、まあ、完璧な条例は確かにないけれども、僕からしたらまだ4割ぐらいしかねえっていう感じなんで、危険度がまだ6割7割残ってるからあかんでって、個人なん集団なんヘイト、だから今言ってるヘイトスピーチ条例、条例では個人です。個人の権利侵害を飛び越えた部分では規制はないです、今の条例は、ね、電波停止に関しては微妙やね。微妙やね。両方の言い分が正しいからね。こればっかりは。こればっかりは正しい。だから、確かに、
テレビ局の側は編集権も報道の自由もあるのでね、その国家権力の側から都合の悪いテレビ局が淘汰される危険っていうのがあるから、そこ抵抗するのも分かります。まあそれは当然の話なんですけど、ただなんだ、これいつも言ってるんだけど、大枠の大前提と実際の運営ですよね。じゃあテレビ局が実際の運営として本当にちゃんとした報道をやってんのかというと、かなりの偏向報道がもう目に余るのも事実でしょ。だから、まあ、電波停止というのは、まあ、なんていうかな、電波停止っていうものが、その、大げさだとしても、あまりに警告を無視してしまうようなテレビ局に対して、本当にその電波を使わすことがふさわしいのかっていうことで、これはかなりの厳格な手続きを経た上ではありかなっていうふうに僕は思ってます。今のテレビ局のやり方も言うこと聞かへんからね。で、それは都構想の時に散々都構想賛成側のこちら側も感じた話なんで、偏向報道著しいですもん、だって今のテレビ局は。で、そこに安倍さんが怒るのは致し方がないなっていうのはわかる。今日のさっきの答弁も聞いてて、だから建前はそうで表現の自由守らなあかんねんけど、何度も言うけど、表現の自由というものは国民の知る権利に奉仕するための表現の自由であって、テレビ局が何でもかんでも好き勝手やっていいではないんですよ。だからそこはテレビ局の方だってちゃんと考えなあかんのに、今それが治らない状況であるならば、場合によっては致し方がないよねっていうレベルなんだったら、それは言い分としては分かりますって。だからテレビ局の側としてはちゃんと事実を報道してくださいって言ってるのに、事実を報道しないでしょ。それは大問題ですよ。何度も言うけど、河野義行さんっていう人を犯人扱いしたっていう前歴もあるからね、マスコミは。それに対するエクスキューズ何もやってないでしょ。だからそんな形で権力にもなってしまうわけですから、まあそこは、テレビ局考えろよってことです。はい。ということで、ごめんなさい、30分になりましたんで、これをもちまして終了します。まだその話は、やりましょう。もしそれこそ今日の晩できるんだったら、その電波停止の方ちょっと話やるかもしれません。やらないかもしれません。はい、それではどうもありがとうございました。はい、ということで YouTube も ありがとうございました。またできる時にやりますのでよろしくお願いします。ではさよなら。リュウジさんも頑張ってください。社長さん説得させてください。それでは終わります。